詳しい説明は後。まずはリンを安全なところへ。とりあえずモグラに運びましょう。小さい擦り傷はあるけど、大きな傷はないみたいね。なあ、しずくちゃん、リンとはどういう関係なんだ？リンは私の妹なの。へえ、妹か。ん？って嘘！本当に？ワンテンポ遅いよ、驚くのが。じゃあリンちゃんも八神？わしゃなんとなく気づいてたけどな。強大な敵を前にいがみ合う訳あり姉妹、ドラマによくあるパターンだな。そうなのですか？いや、マスタードヤ顔してっけど絶対気づいてなかっただろ。自警団に妹キャラが2人。これはアイデンティティ喪失の危機、レアリティ低下。いやいや、そこは重要じゃないから。リンは半年前、私たちのふるさとを出て行ったの。書き置きを残して。そこには私に対する恨みつらみが原稿用紙で50枚ほど書かれてた。二度と私を妹と呼ぶな、もう顔も見たくないって。原稿用紙50枚って、それちょっとした短編小説だろ。しずくちゃんと仲違いしたのがリンが家出をした原因なのかい？それは。あ、リンちゃん気がついたみたいですよ。リン大丈夫？よかった。このまま目を覚まさなかったら、私どうしてあれだけ事件には関わるなって。ごめんなさいリン、だけど私はあなたの気持ちが知りたかったの。姉様、私はごめんなさい。私は姉様を巻き込みたくなかったから、あんなひどい書き置きを残したのに。やっぱりそうだったのね。私を事件から遠ざけようとわざと。ごめんなさい、リン一人に辛い思いをさせてしまって。そんなこと、私の方こそ姉様にひどいことを。姉様に危険な目に遭ってほしくなかったの。だから姉様、ごめんなさい、ごめんなさい。いいのよ、私は気にしてないから。原稿用紙50枚の恨み事なんて。絶対根に持ってるよな。ああ、詳しい話は後で。今はゆっくり休んで。ずっとここにいていいからね。まるで店のオーナーみたいな物言いだが、まあ依存はないさ。ありがとうございます。ならしばらく厄介になるわよ。そのありがとう。しかしリンも八神か。怪異は身近にあるって本当だな。怪異は
どこにでもあるし、どこにもない。だったかしら？あれ？リンちゃん、もう歩けるんですか？ええ。しばらく休ませてもらったから、なんとか体調が戻ったわ。モグラの皆様には本当にお世話になりました。重ねて礼を述べさせていただきます。そんな、礼なんていりませんよ。こちらこそ、今までリンちゃんの歌でたくさん楽しませてもらってますから。ありがとうございます。拙い歌い手ですが、楽しんでいただけているようで何よりですわ。でもなんか、アイドルのリンの時とイメージが違わねえか。そうだね、礼儀正しいというか。リンの時はツンデレだったのにね。氷の月が私の魂を黒しく染めるとか、大敗的な曲ばかり歌ってた気もするが。あれはあくまでもパフォーマーとしてのリン、芸風という名の性格設定ですわ。そうね、本来のリンは素直で優しい子、虫も殺せないような。やだ姉様、そんな優しくて素直で可愛くて聡明な子だなんて、照れますわ。なんか増えてないか。そのリンはあんな書き置きを。あれは姉様を事件に巻き込まないための偽装で。それよりも姉様、どうしてよりによってこんな男を眷属にしたのですか？眷属は一生に一回しか契約できない運命共同体にも等しい存在。姉様には優雅で気品があって、見目麗しい眷属こそお似合いだと思いますの。気持ちの悪いこと、真顔でそんなこと言うなんて、ギルティにも程があります。私が眷属を持つなら、姉様のような素敵な宿舎の方に限らせていただきますの。リン、今までも彼にはいろいろと助けてもらってるの。だからあまり悪く言わないで。姉様、こんな下賤の者にも哀れみの心で接するなんて、お優しすぎます。あー、感動してるところ悪いんだが、ものすごい顔でリンを睨んでるやつがいるんですけど。あら、あなたは？そこにいるダメダメ人間の妹です。妹さん？さっきから聞いていれば言いたい放題。私以外がニーニのことを悪く言うのは許せぬ。まあ可愛らしい子。兄には全然似てないですわね。ひょっとして義理の兄弟とか？いや、ちゃんと血はつながって。兄に似なくてよかったですわ。この可愛らしさは奇跡ですの。頭撫でて差し上げますわね。撫でり撫でり。私はもう寝る。兄に似ずによくできた妹さんね。いいこと下僕、姉様はああ言ってらっしゃるけど、今後は分をわきまえて慎み深く行動しなさい。姉様に慣れ慣れしくしたら許さないから。いいわね。誰だ、さっき腰が低くて礼儀正しいって言ったやつ。リン、話してくれるかしら。あなたが一人で姿を消した理由。こんにちは。自警団に新メンバーが増えたって？春日井シオン。待ってリン。いえ、時風リン、私はあなたとことを構えるつもりはないわ。ならば
何しにここへ。リン、落ち着いて。春日井さんの話を聞きましょう。ありがとう、しずくちゃん。あなたがうちの会社に近づいて何かを探っていたのは知ってるわ。大資本製薬に疑念を感じていたのは理由があるんでしょ。そうよ、秋葉に出没するまがい者たち、その周辺を探っていくと必ず大資本製薬の影がちらついていた。無関係と白を切り通すには不可能なほどに濃い影がね。だから我が社のイメージガールコンテストに応募してきたってわけね。春日井紫耀、大資本製薬の社長ならばあなたが知らないはずはないでしょう。まがい者たちが発生する背後には大資本製薬が大きく関与している。残念ながらリンの予想は半分当たり、半分外れかな。最近姿を見せられなかったのはね、社内でクーデターまがいのことが起きていたからなのよ。クーデター？そいつは穏やかじゃねえな。私を CEO の座から追い落とし、新体制を敷こうとしている派閥がいるのよ。彼らを後押ししているのは現代医療の常識を変える新薬の生成、細胞を強靭化させ治癒力を飛躍的に向上、活性化させる新技術を提唱してるの。まさかそれは。あら、いい読みね。彼らの言葉から推測できるのはまがい者の医療転用、日光に弱い、凶暴性が増すといった弊害はあるものの、人間をはるかに上回る彼らの体組織は注目に値する存在だわ。あれはこの世の断りの外にいるもの、利用しようだなんて。やっぱり大資本製薬と組織はつながっていたのね。その可能性があるというだけよ。まだ確証はないわ。私の預かり知らぬところで勝手に動いてる連中がいるのは確かだけど。じゃあもし大資本製薬が組織とつながってたとしても春日井さんは関係ないの？そうなるわね。残念ね。社内で一番最初にまがい者に目をつけたのは私だと思ったんだけど、うちが事件に噛んでる可能性が出てくるなんてね。マッチポンプもいいところね。うん、東大元暮らしってやつだな。クーデターが起こってると言ってもまだ私には CEO としての実権があるわ。可能な限り社内を洗って組織とのつながりを追ってみる。だからリン、あなたの力も借りたいの。引き続き広告塔として大資本製薬を探ってみてちょうだい。言われなくてもそのつもりだけど、春日井紫耀、あなたの嫌疑も晴れたわけじゃない。私たちを安心させるために虚言を弄している可能性もある。お好きにどうぞ。どのみち内部の仕業だったら私にも責任があるもの。そうね、社会倫理的にも許されることではないわ。研究対象としては非常に興味深いけどね。じゃあ報告はそんな感じ。社内の動きが分かったらまた連絡するわ。いつまで社長でいられるかは分からないけどね。春日井紫耀、どこまで信用できるの？